これ味的には美味しかったんですよ。ただなんか値段すげえ高いなと思ったら、まあ、美味しいというか美味しい部分の一つに味が濃いんですよ。でイメージ的にこれのサイズなんですよ。だから日本的な飲み屋だったら突き出しっていうやつですよね。まあ、外国で言うとオードブルだと思うんだけど、だからこれだけくらいなんですよ、イメージ的に。だからこれで言うと新幹線というか駅のホームの、駅のホームじゃない、改札入ってからにある成城石井だから、成城石井だから、成城石井だから、新幹線の3人席をぐるっと片方回転させて6人でビール飲もうぜ。でギリギリ1つ余るみたいな7人分みたいなイメージなんですよ。でこれもすごい辛いです。いや美味しいんだけど辛いんですよ。まあ、要するにブルーチーズみたいになってるから。チーズって書いてあるけどよく知らんけど、ブルーチーズまではいかない辛さなんですよね。塩辛さ、ソルティーなんですよ。でこれもマリネだなんだけど微妙にソルティーなんですよね。だから一人これだけで豊橋から東京までは行けるよ。いや東京に行く前にビール終わっているんじゃないのっていう感じなんだけど、だからしょうがないからこういうのは買ってあったりするんだけど、いやちょこれじゃあちょっと最近目が乾いてるからちょっとやばいかなと思って、高いかなと思ってたけど買ったんだけど、これちょっとこれだけ食ってちょっと保管しておけば大丈夫ですよね。これ酸っぱいからね、まあ、宿泊先で食べようかなって思っちゃう。だから値段が高いなと思ったらこれ7で割った方がいいですよね。7で割ると7749だから70円ぐらいですよね。これこうやって突き出しってそういうイメージなんかね。これちょっと7人分の1に乗っとるんですよ。でそれぐらいは大体よく飲み屋行くと出ますよね。よう考えられてるな。だこれ一気に全部食うやつアホなんじゃないのっていう話なんじゃないかな。これで7人分か6人分だと思う。私だと9人分かなと思ったんだけど、まあ7人分なんでしょうね、新幹線を想定するならば。これ1個買ってビール飲んでわーって言ってたら、まあ、東京着いたわっていうことだと思うんですよ。少なくとも光で言うと、それか豊橋から言うと名古屋もしくは京都っていうやつでしょうね。光だと豊橋から東京っていうイメージだと思うんだけど、だから味は美味しかったですよ。ただこれ一人で全部食うもんじゃないなと思ったんですよ。だから7人分っていうことでしょうね。これだけ、これがスタンダードサイズです。これがまあ割ってったらまあ7個ぐらいあるから、まあ、7人前なんだろうな。7人前で499円ちょうだというイメージでした。まあ、だから7分の1食う分には美味しいという、特にまあ具合がいいというのですね。ビール、500ミリ缶でいうと、7人分の1人分あると具合がいい。これでちょっと足りなければこういう出すみたいなイメージかな。いや、うわいいなこれは。そういう意味でそういう感じで食べると、いやこれは7人分だと思いますよ。7人分として考えれば美味しいんだけど、一人で7人分食ったら病気になっちゃうんじゃないのっていうことでしょうね。一人で7人分食ったらやっぱり病気になると思うな。正常ではなくなってしまう。成城石井って書いてあるから